シシカバブにオるぞのピラフ、玉ねぎ、トマトなどを添えたものシシカバブは、ぶつ切りにした肉の串焼き料理の一つ。中東を中心に、アジア全域で食べられている。シシはトルコ語で串のいい、カバブはもともとロースト肉を意味する古代アラム語である。カバブは異なる広範な肉料理の総称であり、串焼きのカバブは、串を意味する語を付して、トルコでは、シシケバブ、ウィックルでは、 ジクカバーブ、アラビア語圏ではシーシュカバーブ、インドではシークカバーブと呼ばれる。キルギスのドンガン語ではチエンチエンローと意訳して呼んでいる。似た料理にコーカサス地方のシャシリクがある。日本ではインド料理のシークカバーブが早くに紹介され、それがトルコ風に生まったシシカバブという名前で親しまれてきた。近年、 トルコ料理としてのシシケバブが紹介されるにつれ、もともと同じ料理だが、調理法の異なるシーイクカバーブとシシケバブが混同されている。串焼きのカバブの標準的なサイズは各地で差があり、日本の焼き鳥程度の20センチメートル程度の串を使う地域から40センチメートル程度の県のような串を使う地域もあれば、くちゃ県の1メートル近い巨大な串を使う例まである。 鶏肉のシシケバブ、羊肉のシシケバブ、アゼルバイジャン、トルコなどのイスラム教国の場合、一般的には羊肉が使われるが、牛肉や小牛肉、メカジキ、鶏肉を使ったものもある。トルコでは、シシケバブとそれに添える野菜は通常を同じくしでなく、別々に焼かれる。ヒンドゥー教徒が多いインドでは、ムスリム専用食堂など一部の場を除いて、 飼育カバーブに牛肉が使われることはなく、もっぱら用肉や山用肉が使用される。他魚や鶏肉の飼育カバーブもあるが、羊のものに比べれば、あまり一般的ではない。飼育カバーブパキスタンの飼育カバーブは、スパイスを加えたひき肉の串焼き料理。タンドールで焼かれ、チャツメやミントのソースが添えてあることが多い。タンドールで焼いた。 様々な料理を盛り合わせた大皿に並べられることがよくある。ドネルケバブと同じように何に挟んで食べることもある。シークカバーブはパキスタンの伝統食としての役目を担っている。イランの国民食は角切りにしたヒレ、またはサーロインを串に刺して焼いたキャバーベバルグ、または味付けしたひき肉を串に巻いて焼いたキャバーブ。 クービーデをチェローという白いピラフの上に乗せて食べるチェローキャバーブである。シャシリクシャシリクは中東欧、コーカサス、中央アジア、北、アジアなどで広く食される肉の串焼き料理。シャシリクはクリミアタタール語からの仮入れ語で串刺しにしたものを意味する言葉が変化したもの。シシカバブのシシと同根語である。 コーカサス地方のカバブがサハリンを含む旧ソ連各地域、各国など全域に広がったとされる。シャシリクに用いる肉はもともとは、羊肉の腎臓や肉であったが、牛肉、豚肉、鶏肉、さらには、ウザメなどの魚肉まで、様々な肉類で地方ごと、あるいは宗教や伝統に応じて食べられている。ワイン、オリーブオイルなどを混ぜたものに、ニンニク、玉ねぎ、 黒胡椒、クローブなどの香辛料やハーブ、塩などを調味料として長時間漬け込んだものを用いる。ありがとうございます。